いや、これさ、いや、ちょっと思ってた以上に、すごいなと。すごいなというか、やれるなというふうに思っております。エルデンリングの DLC の話です。というわけで、先日ですね、6月21日の方に、エルデンリング、ついに DLC が発売しました。本当にね、まあ僕もその DLC って意外とあんま買わないタイプなんですよね。まあ無料の DLC であれば、まあまあまあやってもいいかなって思うゲームもあるんだけれども、まあ有料でかつ、まあ発売してから数年経っている、まあゲームの DLC っていうのをあんま買うことないんですよ、実は。なんですけども、まあ今回エルデンリングはさすがに欲しいなと思って、購入して今プレイしてるんですけども、めちゃくちゃ面白いし、で、やっぱね、すごいこの幸せなんですよね。この多幸感というか、やっぱ難しいし、手応えあるし、すごい大変なんだけども、やっぱあのエルデンリングの世界で、また新しいマップでこう遊べるっていうことの、なんか嬉しさというかね、やっぱ終わってしまった冒険がまた始まるみたいな、ちょっとその、僕もその DLC、さっき言ったようにね、あんまりいろんなゲームで買ってるわけでもないんで、そのまたあのゲームの冒険の続きができるんだっていうこの喜びみたいなところがねあって、はい、まあそんな話を今回していこうかなと思っているんですけども、まあ、特に攻略情報っていうよりは、このエルデンリングの DLC こんな感じですよっていう話だったり、まあ購入しようか悩んでる方の背中を押せるような動画になればいいかなというふうに思っております。結構ね、まあシステム的には、まあ考えられてるというか、手応えちゃんと作ってきてるなという感じではあるので、そこら辺の仕組みの話とかもしっかりしていきたいなというふうに思います。というわけで早速やっていきましょう。さあ、というわけでですね、今回のエルデンリングの DLC、まあ、まずはそのボリューム感というか規模感の話をするんですけども、これめちゃくちゃでかいんですよね。まあ、影の地っていうのが今回のこの DLC のフィールドというか新しい新マップのエリアなんですけども、まあめちゃくちゃでかいんですよ。本編のマップの約半分ぐらいのサイズなんで、まあ、本編がだいたいこのクリアまでに100時間から120、30時間ぐらいを必要としていたと思うんですけども、まあだいたいその半分ぐらいのね、まあ時間遊べるかなという感じの、所感らしいですね。まあだいたい30時間とか40時間ぐらい、本当にメインストーリーだけを進んでいてもそのぐらいの時間が、かかるそうで、本当にこの DLC っていう意味では、もう本当に満足度が高いというか100点満点なんじゃないかなというふうに思っています。はい。まあもちろんそのメインルートだけで30時間から40時間なんですけども、まあそのサイドの探索だったり、辺りを見渡すとね、ダンジョンがたくさんあったり、まあ本当にやれることはたくさんあって、なんでまあそういうところを追っていったりだとか、あとは自分の強化とかね、装備集めたり、その装備の強化とか、まあそんなことやっていくとあっという間に50時間、60時間と、時間が経っていくんじゃないかなと思います。ちなみに今僕、まあストーリー上の2つ目のボスを倒したぐらいかなと思うんですが、この時点でだいたい15時間以上はやってるという感じになります。やっぱりボス一体一体がすごい手応えあって、まあその普通にこの負けまくるんですよね。まあ本当にボスを倒すっていうことでかなり時間を食ってしまってるという、まあそんな状況なんですけども、まあまったりやっていこうかなというふうに思っていますね。まあそんな感じでこのゲームのボリューム自体はまあかなりすごいですと。今回のこのね、エルデンリングの DLC なんですけども、まあかなりね、控えめな状態でスタートします。はい。っていうのも、もともとの無印状態のラストってかなりもうインフレしまくっていたと思うんですよ。それこそ水星アズールみたいなやつで、もうドダダダダってもう多段ヒットさせてボスをしゅんどけさせるとかさ、まあとにかくもう火力ゴリ押しでなんか敵を倒せてしまっていた状況もあるかなと思うんですけども、そこに対して、まあ、今回の DLC でどういう風に対応してきたかっていうと、まあ、まずはね、DLC のエリアに入ると敵の防御力がめちゃくちゃ上がってるというか、こっちの攻撃力がめちゃくちゃ下がってるというか、まあ、そんな感じなんですよね。なんで今まで、まあ、平気で何千とかダメージを出せていたんですけども、まあ、DLC の最初のエリアから開幕、自分の出せるダメージっていうのが全く同じ装備なんですけども、かなり下がっています。まあ、これが結構ね、まあ、今回の DLC の肝なんです。
んじゃないかなというふうに思っていて、この、まあ、攻撃のカット率というか、まあ、自分が失ってしまっていた火力を取り戻していくみたいなところがね、今回のこの DLC エリアでの育成要素なのかなというふうに思いますね。まあ、要するにさ、無印状態の時って、自分の赤ポーション、青ポーションをさ、強化していったりだとか、使用回数をね、上げていくとか、そういったところに収集要素だったり、探索要素っていうのを作っていたと思うんですよ。ただもうそこの回復とか、そういうアイテムへの、まあ、プラス効果っていうのは、無印状態のまま据え置きなんですよね。ただまあ、同じような要素を、こっちの DLC のエリアでも作りたいなと思った時に、今回はこの過激の破片っていうのかな。このアイテムがマップの至るところに散らかっています。で、これを上がり火のところで使用することによって自分の攻撃力がまあ何割増しみたいな感じで上がっていきます。あとは敵から受けるダメージっていうのも何割カットみたいな感じで、徐々になんですけども探索をちゃんとやっていったり、まあそうやってアイテムを収集していくことによって、まあ失っていた自分の火力っていうところを取り戻しつつ、自分の防御力も上げつつみたいな感じでどんどん進めていく感じになりますね。だからまあその無印状態でどんなに強かった、強いビルドを構築していた人でも、やっぱりまずは一定のフラットな状態に戻されると思っていただいて差し支えないんじゃないかなと思いますね。はい、まあここら辺は結構僕もどうやってくんのかなというふうに事前に思っていたんですよね。まあだからやっぱ結構このゲームしっかり装備を強化したり、まあ最強の魔法とかをしっかりこう集めていくと、結構な強敵もまあ本当に力で潰せてしまうような、状況を作れていたから、まあそれがもしね DLC でも通用するんだったら味気ないなというふうには思っていたんですけども、そこら辺はしっかりクリアしてやってきてるという感じですね。で、まあその過激の破片ともう一個あって礼拝っていうのがあります。まあこれも同じようにマップ上に点在していて、まあ収集してかがり火で使うことによって、これはね位牌と馬の耐久力が上がるっていう感じですね。まあ特にこの位牌とかを使ったプレイをしない人にとってはまああんまり重要ではないかなと思うんですけども、まあ、僕結構ね位牌使うタイプの人なんで、まあここら辺も結構重要視しています。なのでまあ無印の時って薬の強化のアイテムと薬の使用回数を増やすアイテムのこの2つがあったんですが、今回に関しては自分の攻撃力と防御力を上げるものと位牌の耐久力を上げるもの、この2つに置き換わってるみたいなイメージで問題ないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そしてですね、まあ本当に新要素がたくさんあるのはマジですごいなと思っていて、まあ、武器の種類がね格段に増えてるんですよ。で、まあ、マップを歩いていたり敵を倒すとまあたまにねドロップしたりもするんですけども、まあこれらの新武器がねやっぱ楽しいですね。まあちゃんと僕は使ってないんですけども、どうしても今の自分のビルドだとなかなか近接攻撃っていうのができなくて、なのでまあちゃんとね実戦で使ってはいないんですけども、まあ武器振っている限り、いやこれは結構楽しそうだなって思えるような装備の種類自体がね結構増えてるんだよね。だからまあ正直言うとまあちょっと後悔してるところもあって、まあ今回ねまあ引き続き無印の頃から引き続きなんですけども、まあ魔法のビルドでずっと遊んでるんですよ。ただやっぱりちょっとビルドの幅だったり使える装備品の幅っていうところを考えると、いやちょっとやっぱりDLC 発売前に近接のキャラクターに変えておいてもよかったなというふうには思いました。いやまあ別にこうねリスペクはできるんですけども、できるんですけど、まあ、やっぱちょっとこのキャラは魔法なんだよなっていう気持ちでやっちゃってるんで、まあまあまあ本当に近接の人はね結構幅広いバリエーションでまた改めて楽しむことができるんじゃないかなというふうには思いますね。本当に8種類ぐらい武器の種類が増えていて、それぞれまた違ったアクションだったり、あとは戦技とかもね新しく増えているんで、まあそこら辺も加味するとかなりまたいろんなビルドが発生してくるんじゃないかなというふうに思います。まあ僕魔法を使っていて近接やっとけばよかったなっていう話をしたんですけども、逆に魔術は魔術の方で新しい種類がたくさん追加されていて、まあ、僕もまだまだ全部解放してるわけではないんですけども、いくつか解放してみてなんか凄まじい火力というか凄まじい範囲を焼いてくれるね魔法だったり結構面白いものが追加されていて、まあ、ちょっと何種類ぐらい増えるのかなと思ってワクワクしているんですけども、そんな感じでまあどんなビルドでもやっぱり目新しい遊びの要素っていうのが増えてるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そこら辺はやっぱり楽しめると思いますし、まあ、そのうち新キャラまた作ってやっていくとは思うんですけども、まあ、その時は近接キャラでいろん
んな幅広い武器使いながらとかやっていきたいなとは思ってますね。はい、そしてまあ難易度の話もちょっとしていこうかなと思うんですけども、結構難易度高いですね。まあさっきも紹介した通りなんですけども、まあ自分の攻撃力がすごい抑えられていて、防御力もまあ抑えられているんで、序盤本当にきついんですよね。なんでまあそれをなんとかするために、まずは探索して、まあその過激のかけらみたいな破片みたいなやつを集めていきながらみたいなところから始まるんですけども、まあ本当にまあかなりちゃんとあの手応え自体はあるし、結構えげつないボスが序盤から登場してきてですね、いやこれ正直マレニアとかよりも全然きつかったなって思えるぐらいのボスが登場しているんですよね、序盤から。なんで本当にかなり苦しい戦いをね、かなり最初の方から強いられることになるんじゃないかなとは思います。はい、ただやっぱりまあね、あの勝った時のカタルシスは本当にあのたまらないんで、まああれを目指して僕も頑張っているという、そんな最中でございます。やっぱ今回すごいいいなと思ったのが、そういった強敵と遭遇した時にあのまあどうやって倒そうかなっていう風にまた振り返って無印側のエリアにまた戻ってさ、まああのアイテム取りに行こうかなとか、この装備取りに行こうかなみたいなところがまた発生していて、そのまあ要するに DLC エリアの攻略をするにあたって、まあ、無印のエリアもまた再度ね、まあ、楽しめるというか、ちゃんと無印エリアの装備品っていうのも DLC エリアで活躍できるんで、まあ本当になんか二度美味しい DLC だなというふうには思ってますね。な感じで、まあ本当に満足度現状でもすごい高いんですけども、まあまだまだ遊んでいけるかなというふうには思っています。なんか、まあ本当に今回のこのエルデンリングの DLC のボリュームがすごくて、その実質マジでエルデンリング2なんじゃないかなみたいな感じでもネット上で言われているんですよ。でももう本当にこのやってみるとわかるんですけども、実際にそれぐらいのボリュームはあるし、マップもがっつり広くてマジで面白いんですよね。だからまあこんな感じでずっと一生継ぎ足していってほしいですよね。なんかその新作のエルデンリングが出るのもなんかいいですけども、そうじゃなくて今あるエルデンリングに DLC をね、この第2弾第3弾第4弾みたいな感じで継ぎ足していってくれても、もう本当にそのスタイルでも全然いいかなとは正直思ってしまいましたね。なんかそのプラットフォームというか土台として、もともとこのエルデンリングっていうゲームがマジで完成されているとは僕は思っているんで、そこのベースにどんどんこう積み重ねていくっていう形でも僕はもう全然いいんじゃないかなと思うんで、本当に1年おき2年おき、まあ、なんなら3年おきでもいいですよ。なんか定期的にこういう DLC が来てくれると、これはなんか嬉しいというか、なんかいい形だなというふうには思いましたね。はい、まあフロムソフトウェアのゲームを振り返ると、 DLC 出してくれるゲームと出してくれないゲームがあると思うんですが、エルデンリングは出してくれるんですね。ダークソッカーもいくつか出てたと思うんですけども、セキロは出なかったし、アーマードコアとかどうなんですかね。はい、まあそんな感じで、まあ結構ボリューム感だったり満足度っていうのは高いんですけども、まあ値段としてはやっぱりその5000円弱ぐらいはしてしまうので、まあそこに折り合いをつけながら購入していってほしいとは思うんですけども、まあ、やっぱりそのちゃんとね、価格に見合ったボリューム感だったり満足度っていうのは絶対提供されているんじゃないかなと僕は思っているんで、まあ、ぜひあの購入迷ってる人、ちょっと DLC にしては高いなって思ってる人なんかはね、やっぱそのエルデンリングの面白さの続きが遊べるっていう、感じで思っていただければ、まあその5000円弱っていう値段にも若干目をつぶれるんじゃないかなというふうには思います。まだまだ途中ですけども、本当にいい DLC なんで、皆さんの背中をしていきたいなというふうに思います。僕もあまり上手いわけじゃないし、先行してどんどんね、なんかこう進んでいけるスキルもあるわけじゃないんで、なんですけども、なんか攻略情報とかあればなんか紹介していきたいなとは思います。という感じで今回は以上になります。ぜひ皆さんのね、このエルデンリング DLC の感想をお待ちしておりますという感じで、今回これで終わります。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていう、そこのあなたや、たまたまおすすめや検索から来たそこのあなた、ぜひね、AI チャンネル登録高評価押してから帰っていってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいんで、よろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。